フィンランド豆知識。皆さん、メイデー知ってますか？台湾のアイドルグループじゃなくて、労働者と高校卒業した人の日なんですよ。国によって日にちがちょっと変わったりするんですけども、フィンランドは5月1日となっています。そして、バッボと言います。そしてこの日はやはり労働者の日なので、祝日となって、もちろん警察官、ナース、消防士の中でも働いてる人はいると思いますけども、ほとんど、もうみんな休みなんですよ。もう、スーパーとかも開いてないんです、全く。2011年、日本に来て、まあ、たまたま日曜日で休めたんですけども、去年と一昨年はですね、学校だったり、仕事だったりしてたんで、すっごい、なんか、ああ、もう行きたくないな。5月1日だって誰が仕事するのって思って。でも、今年、木曜日なのに、休みでーす。ああ、嬉しいですね。5月1日に、皆さんが、高校卒業した人が、卒業帽子をかぶってるんですよ。出かけるときはね。だから最近は、やっぱり専門学生もそうやってます。帽子をかぶって出かけて。昔はやっぱりまだちょっと高校生を上に立ててやってたんですけども、今は中学校卒業したらもう半分半分、高校に進学したり、専門学校に進学したりするので、私も実はやりたいんですよ、すごく。帽子かぶって出かけて。でも日本なんですからね。恥ずかしいよ。私は専門学校卒業生で、その分野、専攻によってちょっと帽子が違ったりするんで、とりあえず、私の帽子の写真、ちょっと卒業した時は友達に写真撮ってもらって、この動画の後にちょっとつけておきますんで、ぜひ最後まで見てください。そしてやっぱりみんなはね、祝日なんで、お酒ね、いっぱい飲んでますよ、フィンランドでは。だが一つの飲み物はですね、お酒入ってるやつもあるんですけども、蜂蜜酒みたいなもんなんですけども、ちょっと蜂蜜ではなくて砂糖に変えた変なバリエーション、よくわからないんですけども、わかるんですけども、日本語で説明するのがすいません。よくわからないんで。スーパーで置いてますけども、自分で作る人もいるんですよ。あと食べ物だったらカロリー高いの。パンっていうか名前はパンっていう単語が入ってるんですけど、パンではなくて、でもすごい、すいません、説明、下手くそで。あとドーナツの穴っていうか、ドーナツみたいなのが大きくて丸くて、ドーナツの味で、砂糖がですね、いっぱいんですよ。すっごいカロリー高くて。大体みんなはそういうものを持って、他の食べ物もお菓子、ちょっと持って、ピクニックするんですよ。公園で。それが、みんなするわけではないけど、それは特にヘルシンキとか、他のちょっと大きい都市で、すごい人気なんですよ。だがその後、すっごい汚いですよ。もうゴミいっぱいね。あと、メイデーには、もう一つの習慣があります。仮装です。例えば、学校でハロウィンをあんまり、なんとも思わないんですよ。そういう仮装、ハロウィンで仮装の文化はない。だが、メイデーの時は仮装します。祝日になってるんですけども、その前の日とか、学校で、メイデーパーティーをしてて、みんな仮装をしてて、私は1年生の時、小学校の1年生ですね、花やってたんですよ。お母ちゃんに作ってもらって、花の仮装。お母ちゃんがね、どうせならみんなお姫様の仮装するから、あんた何かって別のもんしようって。ほんで花にしました。フィンランドではそういう祝日があるということで、今年は本当にこの日休めてすっごい嬉しい。私はゴールデンウィーク、休んでも休まなくてもどうでもいいなんですけども、やはりメイデーはですね、休まないと。